ただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しいたします。はい、私から3点お話しします。まず1点目ですけれども、熊本県、とのですね、この本年8月に半導体関連産業に関する連携強化に向けた協定、これを締結をしました。半導体に関連する事業を推進する上で連携を図るとしたものでありますが、協定では観光交流の拡大についても協力して取り組むとしたところであります。この度明日からですけれども、明日から1週間を北海道熊本県観光交流ウィークと銘打ちまして、北海道と熊本県が連携したさまざまな取り組みを行うことといたしましたので、ご紹介をさせていただきます。まず明日14日でございますが、札幌ファクトリーで熊本県主催のイベント、笑いとグルメの熊本フェア in 北海道ということで開催されます。こちら熊本県の岡島知事にがご出席をされまして、私も会場の方に伺って、くまモンときゅんちゃんとともにですね、ステージのイベントにも参加をさせていただく予定となっています。会場では熊本ラーメンや馬刺し、からしれんこんといった熊本グルメを集めた物産展が開催されるほか、熊本の県産品のクイズ大会ということで行われますので、ぜひ皆様にも取材などご協力いただければと思います。15日以降はくまモンときゅんちゃんが観光地を訪問して、お互いの SNS を活用した情報発信、これを行うということであります。16日の午前11時からは札幌市内の小学校をこのくまモンときゅんちゃんが訪問するということであります。こういった道内でさまざまな PR を行うことになっています。また21日でありますけれども、こちらは阿蘇熊本空港で、今度は北海道 PR イベント in 熊本県ということで開催をしまして、熊本県の方々に北海道の魅力を発信をするということになっています。こうした取り組みを積み重ねながら観光交流をより一層進めていきたいと考えています。詳細につきましては本日の午前中にもリリースをさせていただいてますので、合わせてご覧いただければと思います。またこうした取り組みを進める中で、本日また嬉しいニュースがありました。株式会社エアドゥが来年の2月の8日11日に新千歳空港と阿蘇熊本空港を結ぶチャーター便について、それぞれ1往復の計2往復運航されるということで本日発表されました。このチャーター便が運航する2月でありますけれども、札幌雪まつり、スキー流氷など、冬の北海道の魅力を堪能できる、そういった絶好の機会でありますので、ぜひこうした機会に北海道に熊本から訪れていただきたいということであります。今後も北海道と熊本県、航空会社や旅行会社などと連携を図りながら、このチャーター便やかつてあったですね、直行便の運航、こういったものに向けて、さまざま取り組みを進めていきたいと考えています。報道の皆様には今後ともお力添えいただければと思います。これが1点目です。